はい、こんばんは、島津です。本日もね、ゴースト・オブ・ツシマやっていくんですけど、ね、本編、無事に終わりました。ということで、ここからですね、サブストーリー関連とかそういったところをね、今後はやっていきたいと思っているんですけど、今日はね、ちょっとそちらの話とはまた別の、お話になっております。実はですね、本日、いつだ？今日火曜日か。うん。7月の28日にですね、アップデートが来ました。ゴースト・オブ・ツシマに。それでね、アップデートの内容なんですけど、まず最高難易度の追加と、初心者プレイヤー向けの、救済措置の追加。あとは、そうだね、字幕か。字幕の大きさとか、色合いをね、変えられるといったね、要素が追加されました。うん。自分ね、今回、本編まではですね、難易度普通でやってたんですよね。まあ理由としては集中投稿してるっていうので、できる限り早く上げたいっていうのがあったんで、難易度はまあこれでやってたんですよね。で、この上に難しいっていうのがあったんですよ。こちらね、まあ、攻撃力も上がってるのもね、難易度の難しさの一つなんですけど、敵のね、攻撃頻度とかがね、すごく頻繁になるみたいです。普通に比べて。そこは俺知らんかった。単純にね、お互いの攻撃力が上がるのかと思ってた。このゲームの特徴なんだけどね、難易度が上がって攻撃力がね、敵だけ上がるんじゃなくて、主人公の堺の方のね、攻撃力も上がるようになってるんですよ。それだけかと思ってたんですけどね、攻撃頻度とかも変わるようになってるみたいで、だから多分、大勢の人数がいたら一斉に切りかかってきたりするんじゃないですかね。まあそんな感じで難しくなってたみたいです。で、この上が今回追加されたんですけど、名前がですね、万死。死は常に隣にいる。人たちで即死する難易度。なので、この難しいよりかね、攻撃力も上がってて、確か、そうだね、難しいに比べて、さらにね、侍たちの攻撃頻度が上がってるといったモードになってるみたいです。なので、今回はね、ちょっとこちら見ていければいいかなと思ってます。おそらくなんだけど、モブの、敵も、志村さん、難易度普通の時の志村さんぐらいのね、レベルになるんじゃないかと私は踏んでます。志村さんのさ、大喜利ごっそい HP 削れたじゃないですか。多分あれぐらいのレベルじゃないかなと思うんですけど。あとあれだよね。一騎打ちなんて失敗したら即死でしょうね。いたいたいた。いや、もう普通にやるわ。あとね、敵から見つかる、見つかりやすさっていうのもね、上がってるみたいです。さあ、あいつら相手にしないといけないんだけど、勝てるか？ふんどし侍がいきますよ。ちょっと待って、これは水の方。OK、やれた。OK、よし、パリ。よし。バック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 。今んとこね、攻撃を自分は受けてないから、あれなんですけど、アクティブになってるかな？攻撃の、頻度としては。弓矢が厄介だね。弓矢やっおお、待って待って。あ、毒か。あ、でもね、攻撃力上がってる。パリーは。ちなみになんだけど、パリーのタイミングもね、難しくなってるみたいです。自分が単純にタイミングが今んとこね、めちゃくそ合ってるだけであってね。実際、そうだね、パリーの判定はシビアになってるみたいです。あ、燃えた。火に関してはそこまでダメージ受けないね。やっぱ、攻撃力が上がってるのは弓矢なんでしょうね。ですね、ごめんなさい、全滅させてしまいました。いまいち、そうだね、万死だよね、万死になってるよね、難易度。なってるね。万死の難易度っていうのが分かりにくかったですね。でも、弓矢は攻撃力は確かに上がってました。3割はね、なかなか削れてますね。であれが2発当たったら6割ですからね。早く私を見つけなさい。あー、確かに、目撃メーターですかね。目撃メーターの上昇率も上がってますね。今んとこ、この万死についての難易度を感じないんだけど。さあ、攻撃。頻繁に攻撃してきてくれ。バリバリパリしちゃってる。痛い。あ、やばい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 。あ、えぐ。1立ち目で3割削れて、2立ち目でね、そうだね、4割くらい削れたね。4割じゃないかも、5割削れたかも。うん。だから、約2発で、うん、8割ですね。はい、これがね、万死ですね。だから、3発切られたら即死だ。うん。本当リアル寄りになったね、現実級の難易度に。だが、伊達にふんどし侍をやってる私ではないぞ。ふんどしということはそれなりの自信があるということだからな。剣技に。お前らごときでは私をなかなか倒せないぞ。ごめん。一発入った。うわ、死んだ死んだ !2 発でいっちゃった。あはいはいはい。あれも上がってるね。ちょっと待って。ごめん。ね、フラグ立ててしまいましたね。ごめんなさい。ちょっとやめとこう、これ。しっかりと、しっかりと、誉れある戦いを。オッケー。おう終わった。うわー、なるほどね。復活に必要な気力っていうのも上昇してますね。通常だと2なんだよね。普通だと。難易度が上がったことによって3必要になりましたね。で、やっぱ3発ぐらい。うん、3発ぐらいで死にます。杉笠衆が来た。侍覚悟するんだな。これで飯が食えるな。お前らも侍だろ、一応。浪人か。来いよ。ほい。肩かいて。うわっやるやないか。ちょっとね、あれだ。うん。杉笠衆については、なかなか強いんじゃないか？モンゴル軍に比べて。特に、ね、あ、2人居合。あ、1人解除した。2人居合で来られたらマジきついね。よいしょ。おい。かわすか、それ。危ない。杉笠衆の方が強い印象。うん、どっちかっていうと。危ない。やばいやばい、死ぬ。死んだ。いやー、杉笠衆もね、一味違いますね。うん。個人的には杉笠衆の方が強い気がする。うん。攻撃頻度は杉笠衆の方が多いかなっていうのが印象ですかね。モンゴル軍に比べて。じゃあ次はですね、戦闘負荷の低下見てみましょうか。こちらですね。敵の攻撃量が減り、プレイヤーが攻めやすくなる。また、隠密時に敵に気づかれるまでの時間が長くなる。ゲームの難易度は自動的に優しいに変わる。らしいです。多分、これをオンにしてると、通常の優しいよりかね、敵の攻撃量とかが減ったりするんじゃないでしょうかね。うん。で、あとこれだね。あ、これじゃなかった。これ、テキストサイズ。こちらをありにしておくと大きめでね、うん、表示されるようになります。で、あと字幕の色がね、選べるようになってます。ちょっとこの状態で、モンゴル軍が制圧している集落に向かいましょう。あ、見てください、見てください。字幕大きくなってるね。ここの字幕も大きくなるんだ。UI の字幕も。ほら。川辺の集落っていうところ大きくなってるよね、通常よりか。うん。これは見やすいね。あー、ゲージがね。うん、そうだね。ゲージの上昇量もかなり緩やかですね。で、どんな感じ？攻撃頻度。はい。はい。どうかな？はい。はい。はい。あ、うわ、めっちゃ出てきた。あれかもね。攻撃頻度はそんな変わってない印象なんで、多分、説明文に書いてあった攻撃量っていうのは、攻撃頻度のことを指してるんじゃなくて、そうだね、攻撃力がちっちゃくなってるよっていうのを指してるのかな。うん、はい。あんま聞かないね。うん。今、特に、防具の恩恵とか受けてないですけど。こんな感じですね、攻撃力としては。はい。ああ、火矢っていうか弓矢のね、ダメージも、バンシーに比べたら半減してますね。だから、ね、ゴースト・オブ・ツシマ、ちょっと戦闘難しいなって思った人はね、こちらに定するのもいいかもしれませんね。はい、以上はですね、今回来たアップデート 1.05 でね、追加された要素になっております。細かいね、修正内容についてのね、記述っていうのもね、掲載されてたんで、そちらをね、どっかちょっと編集で貼っておきます。なので、そちらでね、確認してみてください。細かい内容については。はい。ということで、本日のゴースト・オブ・ツシマはここまでとさせていただきます。それで、この後ですね、サブクエストいろいろやっていくってお話だったんですけど、サブクエストに関してはですね、ちょっとバンシでね、やっていこうかなと思います。バンシでやることによってね、よりこう、スリルのある、戦いができてね、動画としてもね、とてもいいものになるんじゃないかと思ってるので、はい。ちょっとね、難しくなるとは思うんですけどね。ぜひとも、ちょっとこちらで残りのミッションとかはね、動画撮っていければいいと思ってるので、良ければまた見に来てください。よろしくお願いします。それで、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると、動画投稿のね、意欲向上につながるので、視聴者の方々はね、少しでもいいので、お力添えしていただければ嬉しいですと。はい。鹿児島から島津がゴースト・オブ・ツシマをお送りさせていただきました。失礼させていただきます。また見てね。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。